39台のバスでございます。この番に見てますね、この白い枠ね、あの番になりますとね、あのこの定位置に全てのバスが埋まるぐらいのね、バスが運行させていただいております。こちらのね、茨城県漁所の、路線はですね、茨城市、水戸市、吹田市、JR 茨城から三越っていうね、一番その中の、路線を運行させていただいております。見えてますね、この黄色い屋根のところですね、こちらは営業所のですね、燃料スタンドでございます。バスが入庫しますと、こちらの方で運転さんが、満タンになるまで入れていると思います。こちらの方で燃料を補給しております。使用後はですね、循環して再利用しておりますので、ね、で定位置に着きますとあのセンサーで、ね、自動的にこの洗車機が回るようになっております。でまずね、あの前をフロントガラスを洗った後にですね、両サイド、そして一番後ろのリアガラスという順番で洗っております。
審査しながらね、両サイド洗車しております。一番後ろのメディアが鳴ったらってあります。洗車終了いたしました。まもなく終点に到着いたします。バスが止まるまでそのままでお待ちください。また降りの際はお忘れ物ないようご注意ください。本日は半期バスの皆さんありがとうございました。